平がド軍のシーズン塁打記録を更新するか、注目されているドジャースの年間塁打記録保持者、ショーン・グリーン氏が大谷翔平投手に戦々恐々としているという。デーブ・ロバーツ監督が米メディアに明かしたもので、同氏から記録を破られたくないから大谷を2週間ほど休ませてくれと依頼されていたという。米ラジオ局シリウス XM のチャンネルネットワークラジオが公式 X/旧Twitter に投稿した音声で、ロバーツ監督がグリーン氏とのやり取りを紹介。以前に会った際に、彼、大谷がドジャースのホームラン球団記録を破らないように2週間ほど休ませてと私に頼んできたんだと笑いながら語った。グリーン氏はドジャースだけでなくブルージェイズなどでも活躍し、メジャー15年間で328塁打をマーク。ドジャース時代の2001年には49塁打を放ち、球団最多記録として残っている。大谷は17日、日時間18日、敵地カージナルス戦に1番指名打者で出場し、4試合ぶりとなる38号ソロを放って年間49塁打ペースとした。このままいけばグリーン氏の記録はまだ破られることはないが、果たして。一方でこの試合で今季37盗塁をマーク、史上6人目の40から40、史上初となる45から40へ接近している。フルカウント編集部